コツコツでコツをつかむ、タク先生です。現在はプロのオーケストラで演奏して、あと大阪千里音楽園でチェロ講師をしています。この動画を見ていいねと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。今回はさらに高度なビブラートの動きをしていきたいと思います。ダウン一弓で2連、次アップ棒が3連、そして4連になって、ここ重要です。3連に戻ります。ここ多分皆さんね、コツつかむの難しいと思うんですけど、やはりこういうね、難易度のが高いものをこなしてこそですね。3連に戻って最後は2連で柔らかく終わると。では説明を入れながら実演したいと思います。例によってもう場所はどこでもいいです。どの弦でもいいです。自分がやりやすい弦でやってみてください。押さえる量も初めは楽に、もう触る程度でもいいです。親指も浮かしていていいです。ではいきます。ダウン棒でまず2連、次です、3連符、次4連、でアップ棒3連に戻ります。最後は2連。では続けてやってみますね。1の指、難しいですね。これ戻るのが本当に難しいんだけど、やはりこの動きもクリアしてこそ柔らかいビブラートにつながると思うので、頑張ってみてください。では2の指いきますね。せーの、3の指。ちなみにメトロノーム前回に比べて少し速くなって、60かな、60ぐらいになっています。3の指いきますね。では最後は4の指、せーの、ではこの後の実践映像で皆様練習してみてください。コツコツ練習することでしか感じれない気づきがあり、コツをつかみます。コツコツでコツをつかむ、頑張りましょう。